道島駅は、福島県藍津若松市下東町氷山座慶長前、おつにある、東日本旅客鉄道番越西線の駅である。朝夕の一部と日中の一本を除き普通列車も、通過し、利用できる列車は、上下後往復の軌道車列車のみである。ただし、日橋川、川の祭典花火大会開催時に運転される、臨時列車は、電車で運転され、当駅に停車する。 1934年に、機動車が藍津地方に投入されて、タンク間で運転されるようになり、これに伴ってバスへの対抗を兼ねて、駅を増設することになり、設置された駅である。この関係で長距離を運行する列車が通過し、区間運転の列車のみが停車する駅である。同様の駅は、戦時中の石油消費規制により、機動車が一度廃止された際に一緒に廃止になったり、 存続したものでも戦後の運行形態の変化により、全列車が停車する通常の駅に変化したりしたが、会津若松北方間には、当初の運行形態のまま、一部の列車のみが停車する駅が残存している。単式ホーム一面一線を有する地上駅。駅舎、トイレの設置はない。会津若松駅管理の無人駅。2004年度の1日平均乗車人員は33人であった。 駅周辺は、田園地帯となっている。また、両隣の会津若松駅や青井川駅よりも二駅、郡山寄りの広田駅の方が約2トルと近い。これは、郡山駅より伸びる万越西線が広田駅から南に下がり、会津若松駅でスイッチバックして北上するため、並行するような形となっているためである。ありがとうございます。